今回も前回に引き続き、ゲーム機の歴史について解説するぞ。前回は、1983年から1993年までのゲーム機の歴史を解説してくれたわね。この動画では、1994年から2004年までの歴史をたどっていくぜ。前回の動画をまだ見ていない方は、先に前回の動画を視聴することをお勧めするぞ。前回は、任天堂の無双状態がずっと続いていたわ。その牙城を崩すゲーム機が登場するのか楽しみよ。では早速、ゆっくりしていってね。1994年は、次世代機戦争に突入することになるんだけど、まず、1994年3月に、松下電器が満を持して放った新型ハードが、3D リアルという、32ビットマシンの先駆者として登場したんだぜ。今まで8ビットや16ビットのゲーム機が多かったけど、32ビットのゲーム機が登場するまで進歩したのね。その32ビットマシンの先駆者がセガや任天堂ではなく、松下電器なのが驚きだよな。確かに、新たなライバル登場みたいな感じでワクワクするわ。だが残念。運がないことに、この年にはセガサターンやプレイステーションなどの、32ビットマシンが発売されてしまい、ゲーム機戦争に入ることすらできなかったぞ。やっぱり、ゲーム機が有名な企業じゃないと売れないのかしら。それもあるかもしれないけど、一番の原因は、魅力的なソフトが乏しかったからだろうな。前回の解説で、ハードを売るのにソフトがめちゃくちゃ重要って分かったから、すごい納得しちゃうわよ。でも、この頃は、スーパーファミコンに機能的限界が見え始めていて、次世代機への期待が高まっていたから、そこにセガが巻き返しを図ろうと、1994年11月に発売したのが、セガサターンなんだ。機能的にはセガの機種は任天堂の上を行くことが多いし、あとはタイミングだけだったから、もしかしたら今度はセガの時代？セガサターンは32ビットで 44,800 円と、値は張るものの、バーチャファイターをはじめとした 3D 格闘ゲームなどが話題となり、日本で約600万台、世界累計で950万台売り上げ。この世代の任天堂を、日本市場においてはセガが上回ったんだよ。マジで世代交代じゃない。そう、長年の競合相手に打ち勝った、と思われたんだけど、まさかのソニーが、1994年12月にプレイステーションを販売して、敗北してしまうんだ。前回の動画で、任天堂とソニーは共同開発していたって聞いたわよ。任天堂に一方的に捨てられる形になったけど、そのソニーが主客として、家庭用ゲーム機市場に参入したんだぜ。めちゃくちゃ熱い展開になってきたわ。プレイステーションは、ファイナルファンタジーやドラクエといった、人気タイトルを味方につけて、日本では1900万台売り上げ。世界累計では、1億240万台という爆発的な大ヒットを記録して、家庭用ゲーム機市場を独走していた任天堂を一撃で抜き去ったんだ。頭がクラクラするほど売れているわね。でも、セガサターンだって負けてないんじゃないの？いや、プレイステーションは32ビットで 39,800 円で、3D の起点を活かしたバイオハザードなどのキラーコンテンツもあり、海外ではグランツーリスモが爆発的に売れ、国内、国外ともに、最強のゲーム機が爆誕してしまったんだよ。性能も高い上に、値段まで抑えられてるって、もう手がつけられないわね。ライトユーザーを取り込む人気ソフトや、ソニーならではの CM を多数展開したことで、圧倒的勝利を収めたんだ。任天堂との共同開発が白紙になったことでヤバい事態になったわよ。さあ、任天堂はどうするのかしら。プレイステーションが大ヒットする中、もちろん、任天堂も黙っていたわけじゃない。もしかして、新しいゲーム機を発売？そう、これまでにない 3D ゲーム機の、バーチャルボーイを1995年7月に発売したんだ。あれ？聞いたことないゲーム機なんだけど、バーチャルボーイは、望遠鏡のようなディスプレイを覗き込むことで、バーチャルな立体ゲームを楽しめるゲーム機なんだよ。めちゃくちゃ斬新なゲーム機を放ったわね。結局、どれくらい売れたの？32ビットで、1万5000円だったのに、日本で15万台しか売れなかったぞ。大失敗してるじゃない。大ボケもいいところだな。初年度は300万台は売るつもりだったから、1割も売れていないぜ。今まで出すハードすべて売れまくっていた任天堂が、まさかの大失敗をしてしまうなんて驚きね。バーチャルボーイは、ゲームを楽しむより、プレイしている人を見ている方が楽しめると言われるほど滑稽らしい。完全に任天堂が迷走しているわよ。ただ、任天堂としては、テレビゲームとは異なる娯楽を求める声に応えたらしく、面白いおもちゃとして考えたら、5万台でも売れたら大成功と認識しているぞ。もうやめてあげて。でも、本当に任天堂はどうしちゃったのかしら。
バーチャルボーイで大失敗した任天堂は、1996年6月に、任天堂64、通称64を発売して奮起を図ったんだ。64は知ってるわよ。64ビットで2万5000円という価格で、プレイステーションの一強状態に食い込もうとしたぜ。おお、性能も良くて、価格も素晴らしい。これはプレイステーションから王座を奪還できるんじゃない？それが、もう時すでに遅し。この時のプレイステーションは強すぎた。勝てなかったってこと？日本では554万台、世界累計でも3293万台と、プレイステーションの半分すら売ることができなかったんだ。十分すごいけど、王座奪還には至らないわね。でも、価格も性能もプレイステーションに負けていないのに、どうして負けてしまったのか疑問だわ。それは、ゲームタイトルに恵まれなかったことが第一の要因だな。ドラゴンクエストなどのエニックスまでもが、プレイステーションに行ってしまったから、マリオやゼルダだけでユーザーを確保するのは難しかったんだ。まさか、ゲームタイトルで任天堂が負けるなんて考えられないわ。それと、採用メディアをカセットロムにこだわり続けたことも敗因で、大半のユーザーは、もはや CD ロムのアクセス速度やロードに慣れてしまっていたぜ。ユーザーの価値観すらプレイステーションが変えてしまったのね。一応、64を発売した翌月の1996年7月に、ゲームボーイを小型軽量化した、ゲームボーイポケットが発売されたけど、さすがに、改良版で次世代機のプレイステーションには打ち勝てなかったぞ。そんなに売れなかったの？一応日本で、905万台売り上げているから、携帯機のシェアは、任天堂一強状態かもしれないな。携帯機だけは譲れないわね。1998年になっても、プレイステーション一強時代は続いているぜ。ちょっと、任天堂は何してるのよ。任天堂は1988年に、ゲームボーイライト、ゲームボーイカラー、スーパーファミコンジュニアなど改良版や廉価版を立て続けに発売するのみで、プレイステーションに打ち勝とうとする動きは見られなかったな。まあ、そんな簡単にゲーム機が開発できるわけじゃないもんね。それにしても、この時からソニーと任天堂はバチバチやっていたのは驚きだわ。一応この頃は、その2社に加えて、セガもバチバチやってたぞ。実際、1998年11月に、次世代機のドリームキャストを発売したんだ。そうだ、今まで、任天堂のライバルはセガだったじゃん。もしかしたら、王座を奪えるかも。ドリームキャストは、32ビットで29,800円。バイオハザードの最新作の発売を表明し、今度こそは王座を奪うと意気込んだぜ。その結果どうだったのか気になるわ。日本では280万台、世界累計でも1060万台にとどまったな。どうしてセガは、こうもトップを奪えないのかしら。圧倒的にキラータイトルが乏しい状況だったから、任天堂よりも厳しい状況だったと思うぞ。やっぱり、ゲームタイトルか。当時の専務執行役員湯川栄一氏を、常務執行役員に降格させる人事を発表して、湯川元専務の名で CM に出演させるほどの自虐を披露したのに、この結果だから悲惨ではあるよな。どうしてオーバーキルするのよ。だって、販売台数のテコ入れ策として、抽選1万名に現金1万円をプレゼントする、湯川元専務のお宝探しキャンペーンを実施したくらいなんだぜ。もう最終手段みたいなレベルのテコ入れね。そして最終的に、セガはハード生産から撤退することになってしまったんだ。か、悲しすぎる。一気で一強体制を築いたソニーは、さらに他社との差をつけるように、2000年3月にプレイステーション2、通称 PS2 を発売して、完全に独走状態となったんだ。未だにプレイステーションに勝てるゲーム機が登場していない状況で、さらに、後継機を発売するなんて恐ろしすぎるわよ。128ビットで39,800円と高価なものの、日本では2198万台、世界累計で1億5500万台売り上げているんだぜ。国内でも凄すぎるのに、やっぱりスケールが大きすぎて、販売台数がイカれてるわ。開発当時のアーケードゲーム並みに美しいグラフィックで、ゲームとして見応えのある写実的な表現を可能として、ムービーシーンとゲーム中のグラフィックの格差も格段に減ったぞ。グラフィックに関してはもう、感動するレベルで進化していたわね。しかも、DVD を主要メディアとして採用したことで、全世代機よりも映画的なゲームが増大したからな。DVD プレイヤーとしても利用できるから、親に買ってもらいやすい一面もあったわ。ゲーム機としての基本スペックが最先端であり、その上、サラウンド環境への対応、インターネットへの接続など、実用的なマルチメディアを実現させたことで、多機種を寄せ付けなくなったんだ。マジで欠点がなさすぎるゲーム機ね。まだまだ評価できるポイントはあるんだよ。もう、ゲーム機として最高傑作が登場したのは分かったわよ。いや、
本当に素晴らしいのが、任天堂やセガの次世代機たちが一切やってくれなかった。全新機種とのソフト互換を実現させたんだぜ。それはめちゃくちゃ大きいわ。今では目新しくないけど、今まで買ったソフトを後継機で遊べるのは嬉しいわよね。後継機で全新機種のソフトが遊べるからこそ、プレイステーションで獲得したユーザーを逃すことなく、後継機でも引き続き、ユーザーとして獲得することができたんだ。抜かりなさすぎて、視聴者も今から PS2 を買っちゃうんじゃない？それは言い過ぎだろ。また、人気タイトルのファイナルファンタジーやドラゴンクエストも、PS2 での展開を表明していたから、安心して移行できたんだろうな。自分の好きなタイトルが出るかどうかは重要だからね。世界では、グランドセフトオートサンアンドレアスが、2000万本を超える大ヒットで大盛り上がり、2000年7月には、PS2 の発売を機に、PlayStation の廉価版として、PS1 を発売。完全にソニーの年となったんだ。ゲーム機の進化が一気に進んだ1年だったわ。2001年、あの任天堂が反撃を開始するぜ。もう、セガがハード生産から撤退した以上、既存の会社に勝てるのは、任天堂しかないわよ。2001年3月に発売したのが、ゲームボーイアドバンス。任天堂の得意分野でもある携帯型ゲーム機を投入したんだ。PS2 に正面からぶつかり合っても正直勝てる未来が見えないし、いい選択だったかもしれないわね。ゲームボーイから、約12年ぶりの完全新作携帯型ゲーム機で、色数増加、32ビット化など、大きく性能が上がっているんだよ。価格はどうなのかしら？なんと、破格の9800円。価格はソニーと比べ物にならないほど安価だぜ。1万円を切るならめちゃくちゃ欲しいわね。日本では955万台、世界累計で3500万台売り上げ。携帯型ゲーム機では、引き続き任天堂一強が続いているな。でも、据え置き機でバチバチやってほしいわ。2001年9月、ついに任天堂も据え置き型ゲーム機でソニーに戦いを挑むぞ。来たー、何が発売されたのかしら。任天堂ゲームキューブが、2万円で発売されたんだ。任天堂のハードとして、初めてロムカートリッジ、磁気ディスクをやめて、独自規格の光ディスクメディアを採用したんだよ。あとは、タイトルがどうなるかで変わってきそうね。任天堂の人気タイトルはもちろん、カプコンもバイオハザードシリーズを、任天堂ゲームキューブに独占供給すると宣言したことで、強力な後ろ盾を得ることに成功したんだ。めちゃくちゃいい感じじゃない。あれ、ちょっと待って。どうした？バイオハザードって、任天堂ゲームキューブが発売された後も、普通に PS2 で新作を発売していなかったかしら？何を隠そう、カプコンは早々に手のひらを返したんだぜ。何やってるのよ。ただ、大乱闘スマッシュブラザーズデラックスが日本でも世界でもヒットしたんだけど、販売台数は、日本で404万台、世界累計で2174万台にとどまってしまったんだ。十分すごいけど、PS2 には及ばなかったわね。それにしても、バイオハザードのファンは置き去りでかわいそうだわ。2002年もソニー一強が続いていたものの、2002年2月に新たな刺客として、マイクロソフトから Xbox が発売されたぞ。あのマイクロソフトがゲーム機を出すなんて驚いたわよ。でも、あんまり詳しくないから性能とかは知らないのよね。性能的には、通信機能は当然備わっていて、8GB のハードディスクを標準で搭載。まさしくパソコンといった装備で、その他の性能も、PS2 をはるかに凌駕するスペックらしいぜ。なんか、海外では持っている人は多いけど、日本ではマイナーなゲーム機ってよく聞くわよ。その通りで、日本では53万台、世界累計で2400万台売り上げているんだ。日本ではマイナーなのは当たっているけど、世界においても、PS2 の方が主流だったぞ。やっぱり、日本でのシェア率はめちゃくちゃ低いわね。ただ、ソニーが一撃で王座を奪ったように、マイクロソフトの Xbox も、一世を風靡するかと思いきや、どれだけ性能が良くても、圧倒的にソフトの選択肢が狭く、ユーザーが楽しめるようなソフトが少なすぎたんだよ。やっぱり、ハードの売れ行きはそこに帰結するのね。逆に、ソフトが充実していたら、PS2 に打ち勝っていたのかしら。いや、発売直前にディスクに傷がつく不具合も発生したせいで、ユーザーの抱く印象を悪くしてしまったことも大きな敗因だろうな。その不具合はゲーマーにとって最悪な印象を抱くわよ。価格も 34,800 円と、手軽に買える金額ではないから、そんな不具合が起こっていたら、なおさら手が出しにくいぜ。ソフトの選択肢がないだけで、買おうとは思えないけど、さらに、不具合まであるってなったら、新しい機種に乗り換えようとは思わないわ。2003年、2004年には、携帯型ゲーム機の戦いが勃発するんだ。
携帯型ゲーム機は、任天堂が独走状態じゃないの？2003年2月に、任天堂からゲームボーイアドバンス SP が発売され、ゲームボーイアドバンスの上位機種として、折りたたみ式の本体、リチウムイオン充電池の採用など進化しているぞ。折りたたみ式は当時斬新だったわよね。日本では651万台、世界累計で4357万台売り上げていて、携帯型ゲーム機は任天堂が強いことを再確認できるぜ。ほら、やっぱり携帯型ゲーム機は任天堂よ。他にも、携帯型ゲーム機の発売を試みた企業はあるけど、軒並み失敗しているからな。さらに、2004年12月2日には、任天堂が任天堂 DS を発売したぜ。出た、DS はめちゃくちゃ売れてる印象があるわ。DS は、ダブルディスプレイを採用した新しい携帯型ゲーム機で、タッチセンサーなども斬新で、ライトユーザーを獲得することに成功したんだ。そうそう、脳トレとかもあったから、普段ゲームをやらない人にも購入されていたわね。価格も1万5000円と良心的で、国民的ゲーム機として親しまれていたからな。しかも、ソフトの差し込み口を2つ備えていて、1つは DS 用ソフト、もう1つはゲームボーイカートリッジが使用可能という、後継機ではないのにもかかわらず、ソフトの互換性を実現させたんだ。PS2 のいいところを取り入れているわ。それで、どれくらい売れたのかしら。DS だけで言うと、日本で654万台、世界累計で1879万台を売り上げているけど、DS には多数のシリーズが登場しているから、シリーズ累計だと、日本では3299万台、世界累計で1億5402万台売り上げているぞ。ついに、携帯型ゲーム機で王座を奪えるような立ち位置に来たわよ。売れたペースに関してはゲーム機史上一番だからな。もう、携帯型ゲーム機は任天堂が最強で文句なしね。それが、ついにあのソニーが携帯型ゲーム機も発売するようになったんだよ。嘘でしょ。DS が発売された10日後の、2004年12月12日に発売されたのが、プレイステーションポータブル、通称 PSP。機械品質のグラフィックを描画し、マルチメディア視聴機能や、Wi-Fi やウェブブラウザも搭載、ゲーム愛好家以外にも衝撃を与えたんだ。もう、携帯型ゲーム機まで高性能なものを出したら、任天堂の牙城が崩されちゃうわよ。価格は2万790円で、日本では1926万台、世界累計で8200万台売り上げているぜ。めちゃくちゃすごいけど、DS シリーズの方が売れているのね。PSP は、人気ゲームタイトルがモンスターハンターや、グランドセフトオートシリーズで、男の子向けだった感じが否めず、対して DS シリーズは、ライト層を獲得したことによって、販売台数を伸ばすことに成功したんだよ。もうここまで来ると、優劣が決められないわよ。人気ゲームタイトルもポケットモンスターやモンスターハンターで分かれるし、両方持っているって人も大勢いたと思うわ。ここから、任天堂とソニーの壮絶なバトルが激化したと言ってもいいだろうな。今までは任天堂が独走状態だったけど、途中でソニーが参入して、一気に独走状態を築き上げたと思ったら、任天堂が再び浮上してきた感じね。というわけで今回はここまで。今後の展開が気になりすぎるわ。次は、2005年から2015年までのゲーム機の歴史を解説するぞ。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。